ニメチックナイト。CBC ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。地元名古屋出身のアニソンシンガー朝香です。この方々からリクエストいただきました。登場していただきましょう。どうぞ。はい、声優で歌手の高垣彩人。こんばんは、声優で歌手の豊崎あきです。よろしくお願いします。いや、もうまずはごめんだよ。ごめん、ありがとう。まさかちゃん、本当にありがとう。で、今回ですね、お二人というよりアイスさんからリクエストで、うん、リンゴジュース風という、はい、どうしようねって割とね、昨年ね、ちょっとお邪魔してもリクエストさせてもらったばっかりだったから、まあじゃあ2人で来てどうしようねってなったら、あの豊崎あきちゃんがね、リンゴジュースを今日ねみんなに差し入れて、はい、くれて、で、あさかちゃんがリンゴジュース私大好きなんですって言ってたところ、じゃあちょっとリンゴジュースのモノマネでお願いできますか。リンゴジュースのモノマネだとはと思いましたけど、いや、フレッシュだったよね。すごい、でもちゃんと絞りたてだったよ。そうです、絞ったんです。痛い、あー、絞ったって、最後絞られて終わるっていう、うん、100%だった。 100%、 赤か絞りだった。赤か絞りだった。役者だなって思った。絞られてるところもね、受け取っていただけてよかったです。素晴らしい、かわいい、よかった。嬉しいか、うん、ということで、今日は声優ユニットスピアのメンバーとしてもおなじみの高木彩希さん、そして豊崎あきさんと一緒に番組をお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。それでは土曜の夜の30分、朝香とおたかず、しましょう。朝かアニメティックナイト。改めまして、今日のゲスト、高垣彩希さん、豊崎あきさんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。え、あきさんとは去年の7月に緊急事態宣言も出ていない時期だったということで、スタジオに直接ね来ていただいてお話をしましたけれども、しかも10月にもゆいキャンのイベントで、あ、そっかそっか、山梨でご一緒もして、その際にお誕生日プレゼントをいただいたりと。でもね、あさかちゃんからね、なんか私もお誕生日プレゼントもらって、ギフト券的なやつで、素敵、家にドレッシングが届きました。なんか、あきさんですごいお料理上手なイメージがあったから、いやいやいや、なんか食卓を彩ってほしいなと思って、なんかドレッシングのなんか詰め合わせみたいなのを、いただいたんですよ。3本ね、味があったんだけど、一瞬でね、1週間ぐらいで全部食べた。あ、よかった、美味しくなった、ありがとう、ごちそうさま。そしてアイスさんとは、はい、去年のもう5月なんですね。そう、また残念ながら緊急事態宣言全くなかったっていうことだったので、自宅からリモートでね、楽しくお話し、ね、だからアイスさんと多分ゆっくりお話するのって、そうだね、初めてなんです。お顔を見ながら直接対面して、うん、そう、お話しするのが ね、すごく嬉しくて、すごい嬉しい。でも絶対仲良くなれると思う。その時もね、すごい盛り上がって、うんうんうん、とっても楽しくて、だから今日は念願かなってスタジオに来られたっていう気持ちで、その時にね、この地域といえばっていう話で、私があの三重県の桑名っていう映画に出演させていただいて、桑名の名物安永餅がすごい好きなんですって話したら、今日スタジオに来たらですね、なんとスタッフさんから安永餅のプレゼントが、うん、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。嬉しい、ねね、安永餅食べたことないんですよ。私もないの。わー、一緒だ。このまま食べても美味しいし、はい、トースターでね、温めて、なんか焼き餅っぽくするとね、楽しみ、めっちゃ美味しい。でもね、もうね、今ね、このね、パッケージのね、原材料名を見てるだけで、うん、もう絶対好きなやつなの、うん、そうよ。原材料名で、ね、これはね、ほんとね、美味しいので、いただきます。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。アイスさん、多分リモートでお話しした時、特に印象的だったのが、うん、ダジャレ、うわ、しましたね、その話。ブログにも多分いろいろ書いてくださって、アイスさんのブログにもね、なんか才能あるなって、才能今日あるな、なんだ、なんか言ってます、言ってる。それはですね、うんうん、なかなか発する場がなくて、うん、ただ、うん、アイスさんみたいに、うん、いつでもどこでも笑いを届けられる人がいたいと思ってるんですよ。いや、ね、でもさ、いつでもどこでも笑い届けられてるかって言ったら、別にそうでもない。そうだ、言いたいだけだからね。私15人ぐらい一緒にいるけど、うん、全部がヒットしてるかっていうと危ういよね。でもね、うん、思い切りの素質は、はいはい、やっぱりさっきのリンゴジュースのモノマネでめちゃくちゃあるんだなっていうのを感じたので、うん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 、だってもうリンゴジュースが、あー、プルプルっていう感じが伝わってきた。プルプルのリンゴジュース、プルプル、あ、さかちゃん
今のはアップルとかかってんだよ。今いまいちピンとこないでしょ。ちょっと待って、説明がね必要。待って、パンダの解説びっくりだった。すごい、私も尊敬してんだ。頭を抱えてます今。抱えてるね。まあ、でもそもそもジュースがプルプルってないやつですよ。クオリティが高い。うわー、でも15年一緒にいらっしゃるって言ってましたけど、結構長いないんだと思って。長い、ね、長いよね。あ、でも私19歳だったから。そうね、うん、そう19歳。そうなの、私もティーンズだった時代があるのよ。私もピチピチの二十歳だった。そうそう、っていう時に出会って知り合っていうか、もう家族みたいな感じ で今日は来れなかったけど、戸松はるかちゃんと寿美奈子ちゃんっていう同期のね、うん、4人と、まあ、スフィアとして活動してたりもするので、はい、そんな感じでずっとその4人は ね仲良しで。寿美奈子は1年以上ねイギリスに留学してたんですけど、うん、1年以上会ってなかったはずなのに、もう今日本帰ってきてて、うん、会った時に久しぶりなんだけど、なんかやり取りずっとしてたし、そうそうそう、まあ、リモートでラジオ撮ったりとか YouTube 撮ったりとかしてたので顔も見てたから、私はあ、なんか思ったより自然に会えたみたいな感じだったんだけど、秋はね泣いたらしい。そう、ちょっとね心配してたから、いろいろ見終わってたから、そう、だから ね、いろいろ無事帰ってきた時は泣いちゃったけど、でもなんかねいる方が当たり前みたいな関係性な感じがして、長くいるとそうなってくる。それこそね、いろんなみんなの人生の節目を見てきて、それこそ成人するタイミングとか、大学卒業するとか、結婚するとか、子供が生まれるとか、メンバーのいろんななんか人生の大事なポイントを共に歩んでる、共にお祝いして歩んでこられてる感じだから、家族みたいな。いいな、私もずっとソロなので。朝香ちゃんいつでも混ざれるから。ね、5人目、5人目のメンバーとして混ざっちゃおうかな。ということでね、そんなあやしさんとあきさん、今回なぜ2人が揃っているかと言いますと、はい、なんと同じ事務所に所属する寿美奈子さん、高垣彩芝さん、戸松遥香さん、そして戸崎亜希さんの4人がですね、うん、お互いのソロ曲をカバーし合ったアルバム、はい、シャッフルプレシャスフォースターズを先日1月26日にリリースされた方なんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ずっとね、今日も後ろで流してくれてるんですけど、はい、オケ自体はオリジナルのままで、ボーカルだけチェンジするみたいな感じのアルバムなので、スフィアのねライブの時とかもソロのコーナーがあったりとかして、はい、うんうん、お互いの曲聴いてたし、もちろんソロのコンサートっていうものもそれぞれ行かせてもらってたりしたので、聴いててすごく身近に感じてた曲を自分が歌うってなった時に責任感を感じた、すごく。この企画ができたのは、ね、長くずっと一緒にいて、うん、仲が良くってっていうこの関係値だからこそ、自分の大事な曲を預けられるし、うん、カバーもさせてもらえるし、うん、みたいなので、こう事務所の仲間ならではというか。そうね、私たち音楽性が全然違うじゃん。そうなんですよ。そうですよね、言われてみると、うんうんうん、それぞれ皆さんジャンルに沿っていろいろ曲を作られたりするイメージがあるので、ソロはねもうそれぞれのパーソナルを前面に出していくというか、もともと好きなものだったり性格だったり、人によっては自分で作ってたり歌詞書いたりとかもしてるので、より個性が全然バラバラな音楽ばかりが集まってるから、それをまたお互いカバーし合うっていう感じで、面白かった。ちなみにこのカバーする曲っていうのは、原曲を歌っている本人から直接この曲を歌ってほしいっていうリクエストされたって、はい、させてもらって、2曲ずつぐらいこういう理由で歌ってほしいと思ってるんだけど、どうかなみたいな感じで投げて、まあ、選んでもらうみたいな感じでしたね。やっぱり決める時とかそれぞれこう送る方もそうだし選ぶ方もすごく頭悩ましたと思うんですけれども、悩んだよね。候補出した中でもこれが一番合うと思うんだよなとか、これ歌ってほしいなって思ったやつを何にも言わずともうチョイスしてくれてたような感じがするので、嬉しかった。なんかそれも、なので今日はせっかくねお二人に来てもらっていますし、お互いにカバーし合っている曲を一曲ずつ、はい、ここで聴いていただきたいと思います。ありがとうございます。ではまずあやきさんがカバーしたあきさんの曲を聴いてもらいましょう。はい、あやきさん曲紹介お願いします。はい、豊崎あきちゃんの楽曲をカバーしました
高垣彩秀でリライト。リリース中のシャッフルプレシャスポースターズから高垣彩秀さんがカバーした楽曲リライトを聴いてもらっています。嬉しい、ありがとうございます。素敵、ありがとう。超いい、彩秀さんの歌原曲もオリジナルもいいけど、彩秀さんの歌うとどっちかというと、うん、力強くてかっこいい女性になるなって。ありがとうございます。芯があるっていうのかな。なんかそもそもやっぱりあきちゃんの声ってやっぱりすごく特徴的だし、うん、すごく魅力的だし、その絶妙なニュアンスがたくさんある楽曲だったので、だから自分が歌う時にあきちゃんに寄せるのか、それこそ声質も地声でいくのか陶声でいくのか、うん、少し息混ぜるのかとか優しく歌うのかとか、そういうこととかすごい悩んで、はい、でもなんかモノマネじゃないからどう自分らしくしていくかっていうところで少しちょっと自分の声の芯みたいなものも今朝香ちゃんが言ってくれたようにちょっと出していこうかなって思って、でもそれが曲と合うのかが分からなくてちょっとね不安だったんですけど、はい、でも今回そのオケとコーラスがもう本人のままなんですよ、オリジナルのままなので。コーラスとかままなんですね。そうなの、だからあの一部どうしてもやっぱりこう自波紋が目立つところとかはあの自分で撮ってたりもするんだけど、はい、基本的にはもうオリジナルのままなので、うん、コーラスも。そしたらね重ねてみたら、うん、秋のコーラスがすごくこの曲って熱いので、はい、私のちょっと強さみたいな感情的になった部分も秋がふわって包み込んでくれて、コラボ感というか、うん、いい塩梅になってたらいいなって思ってます。曲を聴いて、うん、アキさんいかがですか？なんかね、この曲は田村パンさんが作ってくれた楽曲なんですけど、はい、これお別れの曲なんだけど、うん、とっても前向きで明るいメッセージが込められてる曲だったので、うんうんうん、私あやしちゃんの声のね温度感っていうか、ちょっとミドルテンポの曲を歌った時の温かみみたいな、体温みたいなのが、あやしちゃんの声っていつもあるなと思って、そこが好きだったから、この楽曲とかってまさにそういうちょっと寂しいけどでもしっかり声に温度があるみたいなところを大事にしたかったので、いやもう絶対この曲合うだろうなと思ってリクエストして歌ってもらいました。だからすごいねコラボ感もあって嬉しかった、うん、いや特にやっぱパイさんのこう優しく語りかけてるというような、嬉しい歌い方がこう胸に刺さるわっていうところが多かった、ね、ありがとうございます。春が似合うよね、あやしちゃんね。春嬉しい。それで言うと本当に今回そのね、今あきちゃんが言ってたようにリライトっていうのが前向きなお別れの曲、うんうん、で私はあきちゃんにリクエストした宝物という曲も、はい、うん、ちょっと卒業っていうのがテーマになってる春休みの恋人っていうドラマがあったんですけど、私も出てて、うん、懐かしいね。でそこで挿入歌が宝物っていう曲で歌わせてもらってたんですけど、はい、宝物っていう曲も、まあ、卒業だからこう別れと出会いと、うんうん、そこから旅立っていく、てるそう希望の曲、うん、旅立ちの曲っていうところでテーマが同じものをリクエストし合ってて、偶然ハッとしたよね。驚きですよ。そうそうそう。じゃあ今お話にも出ました、はい、その楽曲をぜひ皆さんにも聴いていただきたいと思います、はい、じゃあ秋さん曲紹介お願いいたします。はい、それでは聴いてください。宝物、リリース中のシャッフルプレシャスフォースターズから豊崎あきさんがカバーした楽曲宝物を聴いてもらっています。わー、はい、癒された癒されるし、うん、なんか自分が過ごした青春っていうのをなんかこう思い出させるような温かいお声が素敵だなって、ね、ありがとうございます。私あやしちゃんのイメージってさっきまさかちゃん言ってたみたいに力強い歌声が特徴だったりとか、いろいろミュージカルの楽曲とか洋楽とかもカバーしてたりとかするので、はい、壮大なイメージっていうかテクニカルなイメージがすごくあったんだけど、この曲はねすごいピュアな青春の匂いがする楽曲だったので、その辺をすごく大事に大事に、タイトルも宝物なのであやしちゃんの宝物を預かってるみたいな気持ちで、ありがとう。なんか一個一個の言葉とかを丁寧に丁寧に優しく壊れ物を扱うみたいに歌えたらいいなと思って、あやしちゃんが大事にしたかったメッセージ性だったりとかあったかみみたいなのを出せたらいいなと思って大事に歌わせていただきました。いや嬉しい。でも難しかったよ。難しかったですか、やっぱり。なんか声の伸びとかがやっぱあやしちゃんってすごいあるんだなと思って、改めて練習しながら
発見と尊敬、それは本当にお互い様で、この曲は末光さんが作ってくださった曲なんですけど、うん、はい、秋に歌ってもらいたいなって思ったのはすごくこの曲を秋の声で聴きたいなってもう単純に思ったんですよね、はい、そうで今言ってくれてたみたいに秋の曲っておまじないみたいに言葉が残る曲が多いなって思ってて、だからこの宝物っていう曲もすごく言葉の温かさっていうものが温度っていうのがすごく強い曲だと思ってたので、うん、なんかそれをちょっと秋に歌ってほしいなって思いました。嬉しい。聞いてみてやっぱりね、どの曲もそうなんですけど、はい、もうあきちゃんが歌うともう秋色に染め上げるのね。本当に名言、名言出ちゃった。いや本当にね、癖強なんだよ多分。彼の魅力だと思うのよね、そのオリジナリティがあって、そのなんか一声の情報量みたいなものがやっぱすごく多い気がしてて、伝わってくるものが、なんかそれがねやっぱりなんか強みというか魅力だなって改めて感じました。いいですね。ねえねえねえ、朝香ちゃんさ、はい、カバーしたいなみたいなさ楽曲とかあるの？私は、うんうん、うわー迷う、うん、戸松遥さんの Q&A リサイトです。実際にライブでカバーするぐらいすごい大好きな曲で、隣の怪物くんという作品がすごく大好きで、そのオープニングっていうのもあるんですけど、もう好きすぎてライブでカバーしました。OVE 朝香浮いて飛んできましたって、ご本人がいつもライブで言ってることをそのまま感覚するぐらい好きな曲なので、はるかさん の、 その元気さと貫く勢いが自分で言うのも恥ずかしいですけど、私の声質になってるのかなとか、はるちゃんの曲確かに合いそう、嬉しい。そしてね、先ほど聴いていただいた曲以外にもこのアルバムには他のねメンバーさん同士でカバーしちゃった曲も収録されているんですけども、全部で12曲入っております。はい、その中でも朝香が特にいいなと思ったのが、戸松さんが歌っているアキさんのカバー、うららかな、すごく良かったなって、やっぱ歌詞がすごく元気をもらえる、プラスはるかさんの元気な声がさらに加わって、すごいアクティブでパッショナブルな、そうなんかね、夏のイメージでロックンロールな曲なので、ちょっとはるちゃんに合うかなと思って歌ってもらって嬉しかった。すごい可愛く歌い上げてくれて、いいですよね、早く夏やってこないかなって。本当だよね。そして私は愛さんの方では、あの美奈子さんの、セーブマイワールド、ありがとうございます、これは美奈子がリクエストしてくれて、はい、これ美奈子が作詞した曲なので、はい、だから美奈子がどういう気持ちで書いたのかなっていうのをすごく掘り下げながら、歌詞読んだら泣けてきちゃって、美奈ちゃんこのアルバムの曲って全部イギリスにまだいたので、はい、イギリスでリモートでレコーディングしてたんですけど、私のこのセーブマイワールドのレコーディングも美奈子がリモートで参加してくれて、そういろいろアドバイスくれたりして、逆に私も美奈子が歌ってくれたシンフォギアのエンディングのフューチャリズムのレコーディングもリモートで参加させてもらって、すごいかっこよかった。なんかこのセーブマイワールドのこうダンスナブルでこう EDM なあやさんっていうのがすごく新鮮で、私リズム音痴なんですよ、もうリズム音なんです、意外、いやめちゃくちゃ苦手なのよ。だから結構ねやっぱ言葉の叩き込み方とかがすごい技術的なことをねやっぱりやってるんですよ、自分でも書いてるし、改めてすごいなって思いました、言葉的な子、もう本当ね全部皆さんの愛だったりとかね、それぞれメンバーに対するもう気持ちっていうのがもう選曲だったり歌い方に詰まってるなと思ったので、皆さんもぜひ12曲余すことなくたっぷりと聞いてみてください。ありがとうございます。その他にもお二人からお知らせがあればどうぞ。はい、豊崎薬品からのお知らせなんですけども、2021年に開催したコンサートキャメルバックホールというコンサートがあったんですけど、そちらのブルーレイが3月16日にリリースさせていただけることが決まりました。はい、あのこれライブの後に配信でお届けっていうのを一回やったんですけど、その時にすごいパッケージにしていただけたら嬉しいですみたいな声をすごくたくさんいただいて、そこから実現したっていうことなので、本当にみんなのおかげでリリースできるブルーレイになっておりますので、本当に感謝の気持ちでいっぱいでお届けできたらなと思います。続報もありますので、詳しくはホームページとか注目していただけたらと思います。はい、そしてですね、公式 YouTube やっておりまして、まずあの弊社事務所ミュージックレインの
公式 YouTube がございます。そちらの方でですね、今回ご紹介させていただいたシャッフルプレシャスポスターズの全曲視聴映像っていうのがあって、全部ねちょっとずつ聞けちゃうっていう映像がありますので、そちらぜひご覧いただけたらと思います、はい、そしてですね、スフィア4人もですね YouTube チャンネルやってます。スフィアのボーカラーズラボというチャンネルでいろんなことやってますので、ぜひ見てみてください。その他、高垣彩志さん、豊崎亜希さんの最新情報はそれぞれのオフィシャルホームページやスフィアの公式ツイッターをチェックしてください。ということで、お二人とはそろそろお別れの時間がね、アキさんともイベントでお会いするけど、うん、なんかこう、やっぱ改めてこういう風にね、おしゃべりで会うのって。そうなのよ。なんか嬉しいし。嬉しい。そう、楽屋がね、違う回だったんだよね。あ、そうなんだ。アーティストとね、そのキャストの皆さんは別なんですよ。違う回だったの。この間も、この間っていうかね、去年の10月に。そう、だからおしゃべりしたいけども、なかなかあれだったのがゆっくり。ね、アキさんも、こうやってゆっくりお顔を直接見ながら。ね、またお話ししてやってください。では最後にリスナーの皆さんからそれぞれメッセージお願いいたします。アイスさんからどうぞ。はい、シャッフルプレシャスフォースターズといろいろお話しさせていただきましたけれども、お互いのね、私たちの絆は深まった一枚になっておりますし、曲を知ってる人も初めて曲に触れてくださる方もいろんなことを受け取ってもらえたらなと思ってるので、ぜひ聴いてください。またスタジオにお邪魔できるときは、今度は私もお土産持ってきます。今日手ぶらできちゃったんでね、すいません。リンゴジュースと安永餅だけいただいて帰っちゃうのでね、今度は何か持ってきます。ありがとうございました。はい、あさかちゃんに会えて嬉しかったです。ありがとうございました。また皆さんにここの番組を通してお会いできるのを楽しみにしてます。今日も聞いてくれてありがとうございました。改めまして、お二人が参加しているアルバムシャッフルプレシャスポスターズは好評リリース中ですので、皆さんチェックよろしくお願いいたします。今日のゲスト、高垣彩志さん、そして豊崎亜希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして、こんばんは、アニソンシンガーの朝香です。ここで朝香の曲も聴いてください。ついにリリースとなった私、朝香11枚目のニューシングルです。放送中のテレビアニメ賢者の弟子を名乗る賢者オープニングテーマ、朝香でレディーセットゴー。聴いてもらったのは先日リリースになったばかりのニューシングル、放送中のテレビアニメ賢者の弟子を名乗る賢者のオープニングテーマ、朝香でレディーセットゴーでした。あっという間にエンディングのお時間です。ここで朝香情報。アニメイトにて1月26日にリリースしたレディーセットゴーの発売記念キャンペーンを開催中です。こちら抽選でサイン入りグッズなどが当たりますよ。詳細はぜひホームページでチェックしてみてください。さらにタピオカ専門店シェイシェイパールさんと朝香コラボを行っております。こちらあさって1月31日月曜日まで期間限定で開催中です。お店がねお近くにある方はぜひ足を運んでみて、タピオカ飲んでみてください。こちら今聞いてもらってるレディーセットゴーをイメージしたタピオカもあったりしますよ。いずれも詳しい情報は朝香の公式ホームページやツイッターをチェックしてください。そして番組の実況はハッシュタグひらがなでアニナイをつけてツイートお願いいたします。番組公式ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ということで、今日は高垣彩志さん、豊崎亜希さんをスタジオにお迎えして、楽しくたっぷりとお話ししすぎちゃいました。亜希さんはね、イベントとかあと LINE も交換してるからやり取りすること多いんですけど、彩志さんに関してはやっぱりリモートでお話ししたとはいえ、直接目の前にしてお話しするの初めてだったから、ちょっとね緊張した。そういう風に見せないように頑張ったけど、でも内心林さんが目の前にいるってオタク心がちょっと燃えておりました。林さんと連絡先交換したかったんだけど、私充電切れちゃってさ、だからちょっとまた次回きっとまたアニメティックナイトに遊びに来てくれると思いますので、その際には連絡先交換できるように朝頑張ります。ということで、来週はアイドルマスターサイド M の天童テレ役などでも知られる声優シンガーソングライターの中村修吾さんが番組初登場です。お楽しみに。それじゃあ来週も朝香とおたかつしよう。ポン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